今日実は今回初めて、今回まあそうだね、この作品でなんかずっと辻元さんっていう方が今回の振り付けをやってくださってるんだけれども、ダンスとか今日ちゃんとそうこういう期間中、作り上げてる期間中でちゃんとこうがっつり初めてかな、こうずっと稽古を見てくださっていろいろこういろんな指導があったりお話ししてくれたり、こうした方がもっと良くなるとかいろんなそうお話できたりそうすごい嬉しかったですね。こう指摘してもらったことももう本当にですよねって感じになってそう自分が苦手としてるところもね、はい、綺麗に見抜いてもらってでもやっぱりこの舞台の中でやるものだからカチカチしてなくていいっていうか、もうストーリーに溶け込んでる自分の感情を大事にしていいからとか、振り付けはこういうのもできてるけどなんかもう自分のやりたいようにみたいな、もうそういう感じでこういろいろしてくださったりとか、いやすごいいい時間でしたね。なんか今日すごい暑く感じますね。むしむし雨が降ってるからかな、めっちゃ顔が暑い。え今日暑い？えそうだよね、今日って暑いよね。筋肉痛大丈夫？筋肉痛はね、うん、筋肉痛になって治って筋肉痛になってそれのね繰り返し。ムキムキになっちゃうかなムキムキじゃなくて引き締まるの方だと助かるんですけどね。いやちょっとこのスケジュール感結構大変っすね。ちょっと頑張るしかねえですねああいやもう本当にね、この後またいろいろやって、もう一人暮らしって本当にしんどい、もう全部自分でやらないといけないからそれが大変ねえ、家に誰かいてくれたらいいけど、まあでもね、こういう期間ってやっぱ自分でセリフを練習したりさ、歌も練習したかったりするから、それはそれで誰かいるのもすっごい邪魔だし邪魔って言っちゃった、ひどい邪魔って言っちゃダメだよね。誰かいるとやっぱこの間もね帰ったけどさ、ずっとやっぱそのちょっと頭のそうこの片隅に、ああやっぱみんな今進んでるよなって、練習しとかないと戻ってすぐ参加した時さ無理だよなと思ったけど、やっぱ誰かがいると絶対できない。だからさこう時々聞く話だけどさ、こう俳優さんとか、まあ、職業にもよるけどね、こう結婚した時とかにさ、こうどちらかお相手がこう演技のお仕事をしている人って演技を練習するお部屋をなんか別に借りるみたいなさ、なんかそういうお話聞いたことない。なんかそういう時ってなんか初めてそのエピソードを聞いた時さ、って思ったけど、なんかいざ自分がこう今は一人暮らしだからそんな必要はないんだけど、
でもね、どんなに気が知れた人でもさ、絶対やっぱり、ああなるほどね。私はその事務所のこう音がこう何カラオケルームとかさ、それ用のレッスン室とかあるから、そこを借りてやったり家の中でやったりするけどね、そういうのを自由に使えない時とかって、ああって、確かにそういうのを借りてまでやる気持ちがなんか、あなるほどと思った。なあ、そうそう、防音室。いやこれはその演技だけじゃなくて、歌とかさ、なんかパフォーマンス系で何か練習したいってなったら絶対あ必要になる。まあ多分そんなねかなり経済的に余裕ある人じゃないとさ、そういうのって無理かもしれないけど、ホテルの部屋、ちょっとホテルの部屋ちょっと高いんじゃない隣のお部屋の人に声が聞こえちゃうよ。でもお風呂で練習ってあんまり練習になってない気がする。あれは勘違いさせるよね、自分が歌うまいって。あれ良くないよお風呂場の練習良くないなと思った。あの逆にね、自信をつけたい時にそこで歌うのはいいかもしれないねああ、私もどっか行きたい、遊びに行きたい、イルミネーション見に行きたい、うわぁ、うわぁ、うん、はぁ、頑張ろう、頑張る、うおぉ、煮詰まってるわけじゃないけど、ちょっと一回とりあえず一回一日休みたいなみたいなちょっと今ねそういうわけにもいかないので、全然今ね本番までも時間ないし、その間にもいろいろ入るので、お願い1時間だけハーブ吸いかせて、ケーキ食べたい。今日マネージャーさんが美味しいパンを稽古場に差し入れしてくれて、皆さんも喜んでくださって、あそうそういつもねっつって、あれそんなに言ってたっけ私そう例のパン屋さんのもう特注なんですよ、みんながこう食べられるように、ちゃんとこの個別にこう一個一個包装されて美味しいので、私にはあのねいつも美味しいって言ってるね照り焼きが入ったサンドイッチをねまた別で買ってくれて届けてくれたの嬉しい。今日はそれだったから頑張れた。ねえ、これはあ変な気持ちにならないで聞いてほしいんだけど、やっぱり力の差って男女であるじゃない。だからさ、やっぱ男性の方はとても筋肉があるしさ、もうううってこういう一つの動作でもさ込められるパワーが違うからさ、こう何かやった時にさすごいこの自分が感じるこう疲労もそれに伴って倍に来るからさ、そう余計になんかこうあーってすごいパワーを使うからさ、いやそりゃ筋肉痛になるよねってねうん、だからそういうところでなんか今日辻元さんっていうね、そのすごい方なんですよ、本当にすごいダンサーさんで、この人がこう何テコの原理じゃないけどさ、まあ、でも嘘はついちゃいけないけど、でもそういう時のパワーとかをこうするとこう
こまでこう力を使わずにちゃんと綺麗にこうウルル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 みたいな、ネタバレになっちゃうから言えないんだけど今は、そういうのも教えてくださったりとかして、そうそう、すごいいい見せ方っていうか、やっぱり辻元さん自体もこの千と千尋とか出てたり、他にも本当にすごいステージに出られてたり、最近で言うとね千と千尋とかだったんだけど、あといろんな方のこう振り付けとかやってる本当にすごい方なんですよ。アシスタントの方とかにもこの振り付けした動画こういうの見てみてって言ってこう見せてもらって、やりたいことはこれなんだ、こういうことなのかなってこう見て思ったりとかさ、顔なしさんやってたって聞いたな。やっぱりそういう方たちってさ、いろんな演出家さんともこうつながりがあったりするから、こう次何か出ますって時も、ああこの間一緒だったよ、だからきっとこういう稽古台になりそうだよみたいな、そういう共演した方とかも皆さんいらっしゃったりして、なんかすごい関係性がこうつながってて、わあすごいってなんか思った。ごめんね、ちょっと今日マスクさせてごめんね。喉の調子、あ全然大丈夫、ごめんね、今声を張ってないからすごい疲れた感じに聞こえるよね、ごめんね。全然喉全然調子悪くない、なんなら普段こういうやる気のないような声量で喋ってるから、ごめんね、ほんと。あ、もうほんと元気元気。今、なるべくエネルギーを使わない、こう、仕草じゃないけど、そういうあれをしてるから、ごめんね、心配させちゃったね。温存温存、そうそうそう。ふういいっす、ちょっとね今本当にあのあれです、もう詰め作業です、今困った時のよくわからんポーズはい、ちょっと今日はごめんなさいね、すごい短い配信してたんですけれど、ちょっと明日も早いのでコンディションを整えます、すまぬ、ありがとうみんな、本当にありがとう。ランキング読みますね、読みます。13位パーマカン、12位まるまる星太郎、でもこれ本当なんか私が読むの照れる、ちょっとさ解明しないこれまるまるをしたら11位キムテツさん、10位ジェリーちゃん、9位おかしら14時50分さん、8位コリンくん、7位岡崎さん、6位東京のスワンさん、5位サトト、4位マイティアン、3位マリナ、2位リュッゲ、1位がジジイです。本当にみんなありがとう、うん、申し訳ない。ああいやもうさ、他のさデザート部のさみんな本当にね時間ちゃんとうまく見つけて確保してやってるのに、もう私本当に帰ってくる時間がもうこんなだからさ、なかなかなんか効率の良いじゃないけど、そういうところで全然力になれなくて本当に申し訳ない、申し訳ない、ほんとありがとうみんな、すごい助かる。
ねえ、すいません、ほんとありがとね。今日はもう早くやるべきことを済ませ、明日にそだいます。ありがとう、ごめんね、マスクもしてるし、なんだこの女って感じだよね。とりあえずちょっと、はい、明日に備えます。ありがとう、ビーダ、おやすみなさい、またね、バイバイ、また来ます。